最近ね、ほら個別相談とかさ、やってるでしょ。でその個別相談のさ、こう流れっていうかさ、雰囲気ずいぶん変わってたんだよね。でっていうのはさ、5年くらい前はさ、ね、あの不動産投資をやりたいとか、ね、あの、ね、実際今あのどれくらいのお金があるから、ね、あのこのお金使ってどういう形で、ね、投資をしたいとかさ、いう話の入り口だったんだよね。でさ、最近さ、来る人って、ね、本はさ、ね、何百冊読みました。まあ、当時ね、5年とか、まあ、極論から言うと10年前はさ、本って何も出てなくてさ、僕のね、後を不動産投資しかなかったわけじゃん。で、これを読んだ人たちが、ね、うちの会社にさ、不動産投資の、ね、要するに、まあ、勉強というかさ、に来た時代だったわけじゃん。で、それがさ、だんだんこう、ね、いろんな人がいろんな本を書いてきて、で、いろんなやり方がさ、普及したわけじゃん。で、みんなそれをさ、ね、実際にいろんな人の考え方でやってみたんだよね。でも、結果的にさ、ダメでしたっていう話じゃん。で、ダメな理由って何かって言ったら、当たり前だけどさ、ね、不動産投資ってさ、電卓で計算できないっていうのが、僕たちは、さ、仕事でやってるから分かるわけじゃん。ところが、電卓叩いてさ、ね、投資してしまった人、要するに、つまり、株式とかさ、債券とか、ね、FX とか、なんかそういうことで、なんとなくこうさ、ね、計算してさ、やってみたり、市場性がどうだこうだってやってみて、で、実際問題としてスタートしたんだけど、ね、要するに、そもそも論から言って、ね、薄い自己資金でスタートできないことはないんだよ。でも、やったからといって、そこの部分で市場性があったかどうかっていうのは、検証しないままスタートしてしまった人たちが多いわけだ。で、その人たちがさ、結果的にさ、うちに来てね、で、結局ダメでしたって話なんだよね。で、ダメな理由って何ですかっていうときに、まずさ、計画性がまずダメだったっていうのはもうどうしようもないけども、あともう一つね、最近うすうすさ、みんな気がついてきたというのが、なんかね、まあ、誰の本か分かんないけど、要するにさ、自分でさ、管理するっていうね、人がいるらしいんだよ、どうも。要するにさ、物件を買って、それをね、休みの日にさ、ね、メンテナンスしたり、ね、要するに、受付業務を自分でやってみたり、で、あとね、賃料の督促まではやってるかどうかわかんないけども、なんかそんなことをさ、ね、やりながらさ、成功してるみたいなこと言ってる人がいるらしいんだよ。それさ、成功するには、相当な分量がないと無理だってことは、僕なんかわかってるわけだよね。でもさ、本に書いてあるとさ、その人の生活環境とか、その人のさ、レベルとかと一緒じゃないのに、やってみちゃった人がいるわけ。で、特にさ、ね、所得レベルのが高い人たちが、同じような理屈でさ、やってる人いるんですよ。無理じゃんっていうのが、やっと分かってきて、で、結局ね、先日もさ、ね、ね、もう無理なので、お願いしますって話じゃん。で、ここ、ね、1ヶ月間くらいは、どうもシフトとしてそういう話ばっかりじゃん。で、おかげさまで、まあ、うち管理増えてるのはいいんだけどさ、でも、もともとなったら、ね、うちの近く住んでるわけだよね。で、あと、ね、東京都内に住んでるわけだよね。首都圏に住んでる人たちなんだよ。で、首都圏に住んでるんだから、別に相談くれいいじゃんと思うわけ。でもさ、多分、ね、ずっとこうさ、考えてきて、それで、まあ、ね、ここの、まあ、僕は最近ほら、個別相談ここでやってるわけじゃん。で、ここに来て、初めて、こんなに、ね、本業やってる会社と思いませんでしたっていう人が多いわけですよ。で、実際のところ、ね、エンジンルーム見たりさ、ね、ここにコールセンター見てさ、これだけの人数働いてるっていうのを、どうもみんな勘違いしてるみたいなんだよ。で、実際さ、僕なんか実業でこれ仕事してるわけだよね。で、当たり前だけどさ、ね、許容で仕事してる人たちもいるわけじゃん。ね、例えば、ね、僕なんかがさ、ね、創業した時ってね、3人で仕事したんですよ。で、その3人でね、やった時に、賃貸管理の仕事をやった時にね、これはサービスだったわけ。なんでかっていうと、ね、これ以上やったら、皆さんに迷惑かかると思ったわけ。つまり、分量をね、増やすっていうところまでの、要するにインフラの整備が整うまでは、営業はしちゃダメだと思ったわけ。ね、だからたまたまね、資産家の人でさ、ね、ね、要するに僕が長く付き合ってる人たちが、ね、要するにもうとにかくうちの物件は、とにかく
ね、僕に面倒見てもらいたいんだっていうのでスタートした会社なわけじゃん。ね、でだから ある意味ではさ、ね、お願いされた分しかやらなかったわけ、ね、積極的に管理取ろうとしてなかったよね。昔から言う人そうだと思うんだけど、管理取ろうとしてないでしょ。ただ、ね、空室は、ね、やつは埋めるべきだし、ね、リーシングについてはじゃあいろいろとやりましょうよって言ったけど、でもさ、小さい範囲でできることってたかが知れてるわけですよ。でそれでね、要するにさ、極端なこと言うと、ね、会社小さい時に管理料ってさ、いくらもらったって合わないんですよ、ね、でも、ね、今だんだんこう規模が大きくなってきてインフラが整ってきて、で、管理ソフトがさきちっとなって整備がされた、ね、そうなると今度はね、ある意味ではさ、ローコストでも維持管理ができるってことじゃん。でそのローコストってどこまでなんですかっていうことは、最低必要条件の、ね、コストの部分はまで限界までいっても、ね、ローコストはできますよってこと。ただこの最低水準の金額っていうのは僕はそんなにね低いもんじゃないんだよね。でそれをさ、ね、今さ、ね、じゃあ管理はいつもでやりますよ、ね、5% でやりますよ、ね、3% でやりますよ、ね、中身ってないじゃんってこと。あとね、口で言うのすごい簡単じゃん。でも口で言うだけで仕事って取れても後の責任って誰も取れないわけじゃん。だからね、今、いろんな形でさ、うちの会社に、ね、来て、ね、やっぱり、ね、うちになっちゃうわけですよ。なんでかって言ったら、ね、中身が違うからなんですよ。比較検討するもの、ね、テーブルが一緒でないと安い高いって判断できないわけじゃん。でうちは、ね、比較検討ができるっていうのは、ね、要するに日本全国でうちの、ね、サービスが維持できてる会社ってあるんですかって言ったら、実はないんですよ。で昨日もね、そうだし、ね、管理会の物件すぐ決まってるね。管理の契約書終わってないわけでしょ。でもさ、ね、今までの管理会社が客付けできなかったやつが、じゃあ管理委託しました。ね、速攻でじゃあ営業だけかけましょう。なんでかって言ったら、ね、うちに管理が来た途端に、稼働率上げなかったらうちも損するし、オーナーさんも損するわけじゃん。じゃあやりましょうって言ってやったら、うまいじゃん。実際問題、この間ね、そうだよね、あれ、7、8か、9か。7、何なんすか、あそこの物件。言うな言うな、で取れてるから。あれいくつだっけ、個数。7分じゃないの、9部屋、ね、9部屋中5つ空いたんだよ、ね、それでさ、ね、まあそこそこ大手の会社だよな、この近くの、ね、それでやっててさ、ね、1年も埋まらないんだよ。でうち来た途端に2週間で決まったでしょ。何が違うんですかってこと、ね、同じ表面で見たりした時に、ね、向こうはさ、いっぱい広告打ってさ頑張ってる会社ですよ。でも、ね、実際問題として、ね、僕たちの仕事っていうのは空いてる物件は埋める、ね、家賃のが滞納があれば、ね、取る、ね、問題があれば解決する、ね、要するにリニューアル工事も、ね、うちの方で今、ね、現実問題でやってるわけじゃん。これ全部トータルで考えたらそこまでやってる会社ってあるんですかって言ったらないんですよ。だからここはね、僕たちが、ね、まあ、昨日に掲示板にも書いたけども、うちの会社ってよーく見るとないんですよ。よーく見るとないので、僕もいろいろ、ね、管理会社の、ね、社長なんかみんな知ってるわけじゃん。でいろいろ会社の内容なんかもさ知ってるし、いろんな方向、ね、知ってるし、ね、で有名な人たちもみんな知ってるわけじゃん。でもさ、ここまで真剣にね、この PM の仕事を掘り下げてる会社って多分ないと思うよ。だからそこは思いっきり、ね、要するにもっとアピールしてもいいと思うんですよ。で問題はね、順繰りずっと回ってきた、ね、または逆にさ、ね、他の会社で、ね、物件買いました、ね、で実際問題やってみたら、ね、話違うじゃんって話じゃん、ね、でこの間、ね、まあ、コマーシャル悪い、ね、潰れちゃったよね。で潰れちゃった理由っていうのはさ、何かったら、ね、本当の仕事じゃないんですよ、それは。ね、やっぱり建築で走る、利益上げるために何かするっていうことを繰り返しやっちゃったから、ね、会社が維持できなくなっちゃったわけじゃん。僕たちはそうじゃないよね。実務で現場でコツコツ積み上げてる会社なわけだから、同じテーブルじゃないんですよ。だから当たり前だけども、サービス力が向上してるのは当たり前だよね。あと、ね、全部、ね、他の、ね、加盟店の、ね、ノウハウなんかもやってきたのは事実でしょってこと。だからここはね、要するに、ね、早く我々がアピールしちゃった方が逆に皆さんのためじゃないってこと。だからぜひね、みんなもね、
あのね、せっかく今ね、皆さんさ、ね、うちの会社に信頼を持って来てくれてるんだから、ここについては思いっきり答えてあげるってこと、ね、で、あともう一つは、今我々がやってる内容を知らない人もいるわけですよ。で、知らない人は知らないなりに知らないまんまなわけじゃん。だからここはね、要するに分かっていただくことが重要だなと思うわけで、うちのね、要するに、今の中身の仕組み、もう一回ちょっとさ、いろんな面で、で、あのね、告知する作業をやっぱりした方がいいな、思うね。